よく来たね。さあ、一緒に行こう。永遠の安らぎ、あらゆる悲しみが終わる場所、大いなる死の世界へ。この我、死の天使アズラエルが君たちを導く。悪魔、こいつが彼ら。ようやく会えた、天使様。さあ連れてってくれよ、死の世界へ。そうはさせないわ。なぜ邪魔をするのだ。死はその者らの望み、叶えたい願い、それを誤りと断ずる論理など、この世のどこにも存在はしない。なぜ恐れる、なぜ言う。死は生と等か、表裏一体の尊きものであろう。いかにも、死は人に与えられた安息である。同教家としては意義ありね。不老不死こそ道教の到達点だもの。生きれば生きるほど高みに至れる道が開けるってね。愚かなりけど、死を望む者を導くのが死の天使たる我の務め。何人もそれを阻むことはできぬ。ねえ、そこの人たちさ、もう邪魔しないでもらえる？うんざりなんすよ。早く行きたいんすよ。ではまずそこの邪魔者らに死を与える。恐れることはない、死は安らぎである。君だわ。この天使も悪魔化した団員だったの？ええ、彼も研究者だったけど、奥さんを早くに亡くして、どこか性に執着がないようだった。彼も死にたがっていたってことなのかしら。いえ、死にたがっていたから死の天使になったの。あの、ここは一体。あ、二人のこと忘れてたわ。あれ、なんか体が。アズラエルの影響が消えて
こことの同期が失われてるんだわ。ああ、これ夢か。残念、死ねるかと思ったのに。死ぬの怖えしな。夢でなら死ねると思ったけど。大丈夫、現実に戻っただけよ。死にたい気持ちは忘れてくれるといいけど。それにしても二人目の隊員も悪魔化か。一体何が起きているの？